皆さんこんにちは。今日の話題はこれです。モフトの iPhone12 用磁石付きのスマホスタンドです。これをクリアケースの上に取り付けて使用できるかを試してみました。なぜわざわざこんなことをするのかと聞かれますと、それは以前の動画で紹介しましたが、モフト X ではクリアケースに取り付けて、しかも、ジンバルスムーズ Q2 で使用することができました。この新製品の iPhone12 用モフトでも同じように、使用できるかどうかを知りたいからです。その結果についてお話ししましょう。それではこのモフト磁石付き用のモフトをこれに取り付けています。これはすでにクリアケースを取り付けていますね。この上に、はい、装着しました。あっという間に磁石で付きました。はい、このように持っていますが離れません。ところがですね、これは例えば少しの振動、少し力入れてますね。はい、このように外れてしまいます。粘着力が弱いですね。手でもこのように簡単に剥がれます。また少しずらしてみます。このようにずれてきます。はい、はい、このように取れますね。非常に粘着力が弱いですね。アップルのこのなんて言うんでしょうか、マグセーフ用のこのスタンドはついてないですね。試しましたが、同じような、ほぼ同じような粘着力ですね。ということで、僕の目的としたしていたこのジンバルですね、スムーズ Q2、 これに取り付けて運用するということができないということが分かりました。取り付けることはできるでしょうが、非常に危険ですね。一方ですね、前回の動画で紹介した、モフトのモフト X ですね、あれは物理的な、吸着の、なんていうんですか、物理的につくようになっていますので、それを取り付けたところ、ほぼ 100% 近く粘着力がありましたね。もう一度それをご覧いただきましょう。はい、こちらがモフト X です。僕が今まで使っていた、モフトの製品ですね。これをこちらに取り付けてみます。粘着力を比べてみたいと思います。はい、このように取り付けました。このように、はい、しっかりとついてますね。では先ほどやったように少し力を入れて振ってみます。全く動じません。横にずらそうとしてもガンとして動きません。もうほぼ 100% 近い粘着力ですね。はい、もう完全に信頼性があります。ですので、このモフト X ではなくて、モフト iPhone12 用のモフト磁石付きですね、これは、使えないと思います。ちなみにですね、もう YouTube でたくさんの動画が上がっていると思います。それで皆さんご存知だと思いますが、これを本体に直接つけてみますね。その粘着力をちょっと見てみます。はい、このようにつきました。そしてこれを、はい、ぶら下げます。そうするとこのようにぶら下がります。振ってみますね。はい、このように取れます。はい、手でもこのようにずれます。非常に、はい、そしてですね、指を入れてこのようにして持つんですけれども、はい、すぐにこう剥がれてしまいますね。ですから、ポイントカードなんかを取り出すときはこのようにずれたりしますね。今までのような動作はできません。これを押さえながらやる、そういう別の神経を使うことになります。はい、非常にこれは粘着力弱いですね。ですので、このモフト
磁石付きのモフトも、デザインはいいんですが実用にはちょっと無理があるような気がします。これは僕の感想です。はい、このようにすぐに手で、はい、取れますね。こういう感じです。ですので、僕はジンバル、これを使って動画撮影するときにはこちらのようにモフト X をつけて行うことに決めました。今日は簡単ですがこのような状態であるということをシェアしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それでは次回またお会いしましょう。さようなら。